はい、どうもこんにちは、タピオカパンチョ TV です、まあ、タピオカ流行らなくなったら名前変えようかなみたいな、まあ、ということで早速なんですけれど、皆さん私のこの格好を見て何か思いませんか？はい、そうなんですよ、私ですね、ダサい、なんか今流行っているファッションとかあんまりよくわからないし、若者にどういったブランドが人気なのかとか、そういう流行りのファッションというのが全く分かりません。なので今回はですね、そんな中でもダサい男がおしゃれになりたいと思ったんですけれども、果たしておしゃれなお店がどこなのかもちょっと調べてもよく分からないんで、 YouTube とか見てると結構予算1万円以内で何々コーデみたいなのが結構動画として上がっているので、しかも若者が若者が上がっているので、まあ、なので今回はですね、結構 YouTube の企画ではありきたりなんですけれども、予算1万円以内で GU の秋服コーデということで、まあ、この時期秋なのか冬なのかわからないんですけど、まあ、結構寒くなってきたので、まあ、そういった新しい服を買いに行ければなと。じゃあ早速行ってきたいと思います。行ってきます。前の車とぶつかったらどうなるんだろう。なんで右車線なのに止まってるんでした。ざけんじゃねえよ、人が止まんじゃねえよ。マンジもうやか、完全に窓開けて叫んでたら隣の人も窓開けててびっくりしてた。なんか面白い、あのローソン、ローソンセルフ洗車できるんだ。へえ、面白いな。拙者も洗車テントな。これいけるかどうなんだ。いけ、いく、いく。わ、わ、わ、わ。シャレオツ男子になってきますわ。悪いね。うん、行ってくっから。財布忘れた。財布忘れてただけだもん。なんかですね、情報によりますと、今現在ローソンに、まあ、今流行りのチーズタッカルビが売っているということなので、まあ、ちょっとそちらの方を食べてみたいなと思いまして、そちらの方を食していきたいなと思います。いやー、あの年でタピオカは早い。どこだローソン。はい、ローソン逃げんじゃねえよ。タッカルビ あったローソン。やった、待ってよ、待ってろよローソン。逃げんじゃねえ。なんでねんだよ。ねえねえ、なんでないの？その後もローソンを転々としたのですが、なかなかお目当てのチーズハットグには出会えませんでした。なんかですね、ローソンのチーズドッグは人気すぎて今発注が追いついてないという状況らしいので、結構ローソンで見つけるのは至難の業だと。で、じゃあどこに売ってるのかっていうと、他にはですね、ミニストップにちょっと売ってるらしいんで、ミニストップ探したいんですけれども、ちょっとここら辺でミニストップでしょ。なんかすごくない？あの車どこ走ったの？真っ昼間にライトついてるっていうね。聞いてた話と違う。ローソンにチーズタッカルビあるって言ったのに。とありました。ちょっとね、行ってきたいなと思います。あるかな。
れ何？木倒れたってこと？すごやば。これが倒れたの？本当に？これでかいよ。俺が身長189だから。あ、でかいよ。はい、ということで、生まれて初めてのチーズハットグちょっと食べたいなと思います。なんかグーみたい。えいっす。じゃあいただきます。うまい。小麦粉感がすごいね。なんか意外とお腹がいっぱいになるこれ。みんなかかくっと。うまいうまいうまい。なんか外の衣もサクサクしててうまい。見てみんな、ナウで蚊に刺されてるんだけど。漬け方の癖。はい、ということで買ってきたのでこちらをですね今から着ていきたいなと思います。なんでこの高さにした？はい、こちらはフラネルシャツというもの。あーかわいいね。はい、あー一周回ってイエイ。はい、ポーズしてね。こちらはですねなんか腕をまくるのが好きなので長袖は、まあどーんとどうもこんにちはということで、あーどうもどうもどうも、こちらスウェットプルパーカーということで、こちらね1枚持っていたんですけれども、まあすごい好きなパーカーなのでもう1枚欲しいなと。どーん、おー、これはこれはいいですね。はい、ということでこちらヘビーウェイトビッグスウェットという上のパーカーではないか、スウェットなんですけれども、こちらハンバーガーみたいな名前だね。そしてこちら下に履いているのが、スウェットイージーパンツ1490円。こちらすごい履きやすくて結構お気に入りですね。あ、一周回ってね、椅子に手当たってね、イエイと、はい、そんな感じでした。はい、ということで結構大満足です。以上です。はい、ということでこちらがですねカリッと食感バナナチップスチョコということで、こちらですねセブンイレブンで買ったんですけれども、今編集中に食べてて結構美味しくてちょっとハマったのでおすすめです。はい、ということで、初めての、タピオカパンチョ TV の動画でした。ということで、まあ自分からなんか編集していてすごい思ったことが、やっぱなんか自分車運転してる時の元気さがビビるなって、元気すぎて自分も引くってあんなに元気だったんだってって思いました。はい、あとやっぱちょっと台風の、被害っていうのがやっぱ自分千葉県に住んでいて、今回の動画も千葉県内の動画だったんですけれども、あんなに大きな木が倒れてしまうんだっていうことで、やっぱ自然災害の怖さっていうのも目の当たりにできたし、あとはね生まれて初めてだったんですけれども、残念ながらローソンのチーズドッグっていうんですかね、まあ、チーズハットグは食べれなかったんですけれども、まあその代わりといってはなんですけれども、ミニストップさんのあれすごい美味しかったです。あのチーズハットグ、中のウインナーもすごい美味しくて、生まれて初めて食べたんですけれども、本当に美味しかったです。なのでまた機会があれば本当にまた食べたいな、リピートしたいなって思いました。あとやっぱGU で買ったこちら今も着てるんですけれども、1万円、まあ予算1万円って言ったんですけれども、結局はですね7106円でした。あんなに買ったのにとてもお手頃な価格で、1万円切るんだっていうのですごい驚きました。また春とか暖かくなってきたら服買っていきたいなと、はい、思いました。ということで、もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お相手はタピオカパンチョ TV でした。じゃあね。